早く、もっと早く。反対回り、今だよ。やったー。見たか、くるくるスターサプライズ、アルマジランスタイル、かっこいいだろ。見て、大変だ。お邪魔すくめ、楽しみを邪魔して。でももう遅い。面白い映像がたっぷり撮れたから、みんなに見せてやる。操作ロミオにルナ、狼団、世界中が笑うだろうこの映像でね。お前よ、ポップコーンを用意して待ってろ。わっはっは。パジャマスク、ウルトラ宙返りってどうやるんだ。スペシャル宙返りのこと、カンガルーみたいにする。トランポリンで飛ぶ感じ。おい、気をつけろ。ドーン、ハッピーエンドだ。マスターファンの映画に負けないくらいワクワクするね。アルマジランかっこいい。全部君たちのおかげだ。ほんとありがとう。本物のヒーローだ。作り物の映画よりずっといいよな。そうだね。よし、本物のヒーローの俺を見よう。もう一回、その後もう10回見てもいい。スローモーションも見よう。すごくかっこいいぞ。やっぱりアルマジランだ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。小さい方が強いの？小さくて優しくて賢い方がね。いけ、ミニ。そうだ、ベタベタの流れを感じろ。一つになれ。やあ、あ、ベタベタモンスター、友達。無事だったか、すごく心配したよ。いいとも、山は好きにしろ。今はな、また来るぞ。おっと、もうやめろ、ベタベタゴン。すぐ僕を下ろせ。悪い忍者たちを空手教室に送り返そう。スーパーキャットストライプ。スーパーアルフェザー。僕のベタベタモンスターを。大いなるものだけが山を救える。とても賢き者。ありがとう。ただ山に従うのではなく、自分の道を進め。また会おう、小さき者よ。自分で運命を切り開くのだ。なんとかなりそうだね。また会おうね、ミニー。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。言っただろ、このラボはとびきりすごくなったんだ。待って、僕のパワーだよ。おい、どうなってるんだ、ロボット。リボットの新しい装置の力です。うわ、ロミオが逃げちゃう。パジャ探査官、メガスピード。今行きますね。させてやるぞ、パジャマスク。超強力バリア発生装置の力を受けた。スーパー結構バー。やめてくれ。やめろって。何？
に。あ、違う違う違うよ、逃げるんじゃないって。まあこれでラボは悪さをしないね。今日のところはパジャタンサカーがあればこれからもラボの悪さを止められる。ありがとうパジャロボ。君だけお留守番させてごめん。小さなロボットだと思ってたけど、ものすごいものを作れるんだ。そう、一番すごいのはパジャロボだよね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。いいペットいっぱい、全部がルーキーの。どうやってここから逃げる？動物と気持ちを一つにしよう。さっきはできなかったけど。ライオネル、聞こえる？僕に力を。猫の力で僕を助けて。小鳥さん、聞こえる？助けて。いいかい？みんなで外に出るんだ。やったイエーイ。喜ぶのは早いよ。ペットたちはまだ。アレーキナ、しばらくあの二人と会うことはなさそう。上手に泡を壊したね。ほんとすごかった。これからはちゃんと話を聞くからね。絶対だよ。僕たちいいコンビだよね。もう一回パジャタンサカーに乗りたい？でもボタンを全部押しちゃダメだよ。いい？ちゃんとわかってるんだから。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。石が割れそうだ。基地は大きいから力を全て使ってる。行こう。二人の力で基地を止めたんだ。違うよ、みんなでやったんだ。みんなの力と心でね。アンユーと考える石のおかげだよ。ごめん、壊れちゃったよな。とはいえいい学びの機会になった。心を沈めて集中すれば真のヒーローになれる。そう、本気でやればできないことなんてないよね。今度は違う勝負をしよう。誰が一番早く町を元に戻せる？あれだったらすぐに直せるぞ。これは捨てた方がいいよね。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード。スーパーキャットストライプ。コントロールを取り戻した。やった。でも
ずらしてごめん。意地悪したら余計に意地悪されるだけだよね。そうでしょ？うん、みんなが楽しく笑えるような冗談なら別にいいけど。そうだよね。ねえ、猫の耳とヒゲがあってガーって鳴くのは？あー、わかんない。何？僕だよ。掃除するのに朝までかかりそう。笑えないよね。パジャマたちにいたずらおもちゃも取られた。これだけ残ってるよ。やだ、腐った卵だよケビン。すぐ捨てて。わかった。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえ、かわいい車会いたかった。街中走り回ったからタイヤが疲れちゃったでしょ。そんな時はこれ、カリカリしてあげる。いい子は誰かな。君だよ。そう、君だ。ねえ、狼カーは諦めるからマグネットだけ返してくれない？お願い。何でも大切にしなきゃダメだよ。面白くて怖い車は特にね。なあ、狼か、荒っぽいことして本当にごめん。そう、でもまた一緒になれたよ。同じ群れの仲間だ。仲間だなんだって。私はもう行くよ。やっぱじゃロボ。ねえ、どうやってスタートさせるんだっけ。うん、パジャ探査カーももっと大切にしなくちゃね。どのボタンだっけ、パジャロボ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。調子は最高だって。よかった。パジャ探査カーをお散歩に連れてったらいいかも。それともおやつをあげるとか。優しくしなくちゃね。うわ、びっくり、空飛ぶ工場なんだ。遠くへ飛んでっちゃう。アウレットとパジャロボも早く助けなきゃ。お前たち二人とも空飛ぶ工場で働かせてやろう。ずっとだ。ちょっと外に出してよ。働くなんてお断り。そう、仲間にはならない。捕まえろ、フライボット。スーパー激光シールド。うわー、スーパーキャットスピード。まだ終わりじゃないぞ、パジャマスク。来て、アウルグライダー。スーパーリザードグリップ。スーパーキッコーパー。ロミオが逃げちゃう。友達を助けたからもう十分だよ。ほんとごめんね、パジャロボ。キャットボーイ、結構ありがとう。工場はまた今度やっつけよう。うん、また今度ね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえ、金属吸い込みナズルを役に立つことに使ってみない？なに、金属吸い込みナズル。ああ。
出します脱出します。おい待て、うわ待ってご主人様、僕の工場が、僕の工場、ああロボットとご主人様が雲でふわふわ、まあ静かにしろロボット。さっきはほんとごめんねパジャロボ。いいの、空を守るマナ、空を守るマナかもね。でも友達みんなのおかげだよパジャマスク。任務成功、悪を倒し街を救った。はっ、あれなんだろう、調べに行こう。私が飛びかかって杖を奪う月光は、こっそり来て。分かったアオルト、スーパー月光カムフラージュ来たのね。完璧、やつらに見せてあげて新しいパワーを。ほんとすごいでしょ、私があげたの。あとは任せてガルーキー。さあ面白いのはここからよ。これは月のボール、一つはあんたに、もう一つはトカゲ坊やに。まずいよ、ボールが来ちゃった。とっておきの力を見せてあげる。あっ、どうしよう、パワーがなくなった。ああやだ、私のも。さあパジャマスクのトロフィーをどこに飾ろう、あっちがいいかしら。月光、アウレット、月のビームを止めたんだね、よくやったよ。ごめんねドラ猫、今は話せないの、二人とも捕まってパワーがないから。代わりに私と喋る、私はパワー満タン。うそ、おじゃマスク一人でメガマグネットから街を守るのは絶対無理ね。すぐに欲しいものは全部月に集まるの。じゃあさよなら永遠に。みんな聞こえてる？どうしよう、地球にいたんじゃ月光とアウレットを助けられない。あーキャットボーイ、なんてことしたんだ。月光、ねえ聞こえる？今お城のすぐ外にいる。キャットボーイ、でもどうして？早く出ておいで。ね、パーティーしよう。ん？ううん、僕はいい。そこだ。ついてるあの月のボールは？お友達のパワーを入れたの。次は誰か？あんたよ。やあ！そう？遠慮しとくよ。ガルーキ、追いかけて。キャットボーイ、ガに気をつけて。スーパーパワーを持ってる。僕もさ、ほらここまでおいで。キャットボーイも捕まえてパワーを吸い取ってやるの。そしたらパジャマのヒーローは誰もいなくなる。じゃあこれで失礼、ちょっとガルーキの様子を見てくるから、そこにいて。あ、やだ忘れてた、動けないね。鎧があれば平気なんだ。
を征服する。あ、簡単じゃないぞ。え、やっとわかっただろう。ここはどこ？今何時？ロミオにもいい仲間がいればな。俺にはパジャマスクがついてるんだ。よし、もう逃げよう。ビビビビビビ、スーパーキャットストライプ。私ロベット、あなた友達。どうかな、もう引っかかったりしない。ビビビビ、世界を征服する。黙れこのオンボロバケツ。僕の素晴らしい計画はいつもダメロボットに邪魔されるんだ。俺たちは仲間だよな、パジャマスク。ちっちゃいの？そうだよ、おっきいの。は、力弱いな。もっとギャーってやってやる。ちょっとそれ、やりすぎ。それじゃあな、俺もう行かないと。また会おうぜ。うまくいってよかったよ、なんとか。パジャマスク、任務成功！悪を倒し、街を救った！イエーイ！行くぞ！何見てるの、グレッグ？友達にもらった手紙。強い？そう、さあやってみて、お願い。俺の心は強い。僕の作戦を台無しにしたな。アルミングミーダースーパーキャットスピード、スーパーリザードグリップ。ニュース速報だ、お前の負け。こうなったらアルマジラン。こうなったら静かに座る。アルマジラン座禅スタイル。そうだ、いいぞアルマジラン。つまりだ、見事であった弟子よ。僕の山に近づくな。深呼吸、ナイト忍者。よくやった。無の心ね。そう、バッチリだよアルマジラン。痛い。パジャマスク、静かに成功。悪を倒し、街を救った。あたしの、バクのいただき、あたしの、古い靴の味だ。最後にあれをやるのかもね。臭いゴミの中で転がり回る。ねえ、本気なのハウラー。やっほー。オーケー、これでオオカミになれたかな。変身してない。見て、黄色い毛が生えてきたよ。終わりだ、オオカミ団。その子を返せ。私たちの仲間だよ。キャットボーイ、後ろに回ってラフルズを助けて。了解、スーパーキャットスピード。ねえオオカミ、パジャマスクのパワーを見てみたい。狼のパワーの方がずっと上だね。ねえラフルズ、来て。さあ足を動かすんだ。ちょっと止まって、遠吠えで吹き飛ばそう。その前に僕がお前たちを倒す。こんなことになるなんて、だから犬は嫌なんだ。スーパーリザードグリップ、スーパーアイルストーム。
ちゃった。どこか別の場所で狼になろう。ハウラ行くよ。狼になってるのが嫌みたい。だから言ったじゃないか、忍者に戻るんだ早く。でも怒鳴るのは良くないよ。優しく話してあげて。こんな風に。そうだよ、忍者リーノはやっぱり忍者の方がいいんだ。でしょ。自分のいいところを思い出して、それから忍者の素晴らしさもね。今こそヒーローになろう。忍者の心を取り戻して、私も頑張るから。あ、ハミングバードウィング、ぐるぐるタイガークロー、とんがりスネーク、あ、ハンド。悪い犬なんて言ったりしてごめんね。君たちは犬じゃない、忍者だ。忘れたの？ちょっと何してんのよ、狼忍者。私の命令を聞きなさい。忍者フィンガー、狼忍者すぐに下ろせ。僕平気。よくやったね、チーム忍者リーノ。よくやった？僕はどうなる。ぼんやりしてないで早く助けろ、マヌケリーノめ。そう、忍者には戻ったけど、あなたにまた威張られるのは嫌みたいだね。命令を聞くんだ、きっとまた仲間になってくれるよ、優しくすればね。やだ。おい、お願い助けて、いい子だから。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。これからどうする？ロミオの機械だ。これで基地を光らせたんだね。きっとエネルギーの弾とつながってるんだよ。バジャパワーボックス？何それ？パジャマスクのパワーを使ってって言ってるんだ。箱に触れて。箱は今基地につながってる。パジャロボの言う通りにするよ。みんなで一緒にスーパーパジャマパワー。よくやったね、パジャロボ。月への発射装置を作るんでしょ、約束したよ。あ、そうだっけ、覚えてないな。僕のためにかっこいいピカピカのオフィスを作るって言ったのは覚えてるけどな。発射装置を作って、あと高い塔も。塔？何を寝ぼけたことを言ってるんだ。うわあ！は？パジャマスクが大好きなお家に帰った。謝ることなんてないよ、パジャロボ。よくやったね。パジャロボのおかげで彗星を壊せたの。それにパジャマパワーもみんなで使えたんだ。わざわざ宇宙にパワーを探しに行かなくてもここにあるんだ。悪を倒し街を救った。ねえ、ちょっとアウレット、やり返さないの？え？ああ、なるほど。あっ、準備はいい？はっ、スーパー結構パワー、やっほー。おとなしくするんだ。キャットボーイ、僕の側だぞ。楽しく空を飛んでね、ロミオ。それじゃお先に。いや、しまった、ダメだ。やった。は、さすがアウレット、飛ぶのが上手。ご主人様。
店長じゃない。いつの日か空を支配してやる。やったね、アウレット、飛ぶの上手。ありがとう、月光。カッカしないで正しいことをしなきゃね。どうしてあんなに怒っちゃったんだろう。アウルグライダーを壊されたからじゃない。パシャロボ治ったのね。なんであんな心配してたのかな。よかったじゃないの、私も顔取り返した。光が消えかかってるよ。一晩しか持たないのかもね。まあいい、ここんとこ変わったことが起きてるんだ。じゃあね、パジャマスク。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。世界中の子供が僕の手下になる。いないってどういうことだ。すぐ探せ。スーパー横向き回転。それが忍者の技だっていうのか。貸せ、ミニ忍者リーノ。また忍者の夢を見せてやるぞ。不意打ち攻撃。学校で勉強やり直したら。ナイト忍者、ぬいぐるみを返して。嫌だね。行け、忍者の攻撃。はいよ。猫は数千年前にペットになった。ほう、フクロウは猛禽類だ。はいよ。夢が回る。セーパーアリリング。バイバイ忍者。おやすみ忍者の夢の宝石。よくやったね、特に先生が。いい夢見てね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今日は何の勉強するの。火山宇宙旅行。昨日やったかっこいい忍者の技とかすごいのやりたいよ。忍者の技、じゃあちょっと調べておこう。先生は何でも知ってるわけじゃないんだ。行くぞ。なんだか変だよ。パジャロボに何をしたの、ロミオ。いや別に、システムをハッキングして僕の言うことを聞くようにしただけだ。永遠にな。これでパジャマスクの基地の秘密が全部わかるだろう。そんなことはさせないからな。スーパー結構カムフラージュ。もう遅い、お邪魔スク。ボールは僕が握ってるんだ。つまり何でも僕次第っていうことだよ。ロボット、奴らを倒すのを手伝え。ああそうだった、ミニボットにも手伝ってもらおうか。おい、どうなってるんだ。ボールはこっちにあるんだ。ロミオがパジャロボを乗っ取ったんじゃなくて、パジャロボがラボを乗っ取った。ロボット、助けて。嫌です、ご主人様は助けてくれませんでした。お邪魔スクたちは自分のロボットをとても大切にしています。僕に優しくするのを忘れたのか、ボールバケツ。じゃあご主人様がまず優しくして。バッテリーを抜き取ってやるぞ。ダメ、優しくして。ゴミの山に放り込んでやる。ダメ、ちゃんといいことをしてください。うわロボット最高。そう、パジャロボも最高だよ。戻ってきてくれてよかった。これからはもっと大切にするからね、君も他のロボットたちも。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ライオネル、棒を投げて遊んだの覚えてる。食べろ食べろ、お前は僕のものだ。祖先の恐竜の本も読んであげたよね、思い出した。黙れ、忍者の牢獄に入ってからゆっくり話せばいい。はThank you.
違うが、まあしょうがない。今すぐ封印してやる。ライオネル、こっち、僕に泡をちょうだい。うん、忍者リーノ、あの泡を捕まえるんだ。本当ありがとう。ねえ、これって何だと思う？うわ、見て、びっくり。いい子だね。あとちょっとでカゴの鳥にできたのに。また来るからな。もっと大きく、悪く、恐ろしいベタベタを持って。最高のトカゲの友達だよ。スーパーベタベタは基地にしまっておこう。僕が間違ってた、ライオネルはそのままがいいんだよ。本当にごめんね。全部が間違いじゃないよ。ライオネルは僕たちを助けてくれた。つまりパジャマスクの仲間として大活躍したってことだよ。パジャマスク、それにライオネル、任務成功。悪を倒し、街を救った。パジャロボ、助けに来てくれるって。待って、パジャロボは基地の向きを変えたけどエンジンが壊れてるよ。そばまで来るのは無理だ。こっちに来るよ。基地まで飛んでいける？アウレット、4人じゃ無理だよ。通り過ぎちゃう。マグネットを使っているな。あ、使えないって。あっ、ほとんどない。全員は連れてけない。いいよ、私たちはヒーローだから自分で何か方法を考える。今こそヒーローになろうかな。バック、さあ引っ張るよ。ルナ大活躍だった。うん、本当の友達みたいだったね。ルナガール、いい子になれるよ。いい子だなんて冗談。ああすりゃ基地に戻れると思ってやったんだ。自分が助かるために、それだけ。それでもいいの、ルナ、ありがとう。あ、急に抱きついてきて何なのよ。友達にはなれそうもないね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。残念だったな。ドラゴンは罰を持つ者に従う、つまり僕ら。さあ、あいつらを吹き飛ばしてやろう。頼むぞドラゴン、ドラゴンの息を浴びせてやるんだ。ああ、まただよ。すみません、従わなければ。今一度。抜けなパジャマスク、楽しかったな、ドラゴン。あ、ドラゴン、ドラゴン、どこ行った？おい、どこだ？おい、みんな見てみろ、ドラゴンが塔の扉を開けた。やった、最高の日だな。パジャマスクをやっつけ、ドラゴンを手に入れ、謎の山の秘密もすぐに僕のものになるんだ。なんだ？これ私のよ。誰なんだ？
の山の守護者、あなたたちのおかげで私は自由になった。さあお前たちは去れ。山のふもとまで返してあげる。少し揺れるけど我慢して。ドラゴン人間さん、本当いろいろありがとう。そう、命の恩人ね。おっきい借りができたよ。いいえ、お愛子。こちらこそありがとう、パジャマスク。じゃあ自分の世界に帰って。え、もうお別れ？まだ名前も聞いてない。私はアンユー、人呼んでドラゴンガール、謎の山の守護者。僕はゲッコ、それにアウレット、あとキャットボーイ。お辞儀？かっこいいね。でもハイタッチもいいよ。ハイタッチ。再び道が交わる日が来るだろう。また会おうね、ドラゴン様。あのね、僕も爬虫類だよ。だから遠い親戚かも。いい子だね。ほんと。そうだよね。なんかちょっと堅苦しいけど大丈夫。僕が柔らかくしちゃう。そうだ、あれ忘れてない？ああ、あれね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し町を救った。行こう、アンユーをドラの中から助けるんだ。いいよゲッコ、さあ叩いて。行くよ。望みは何です？またアンユーに戻ってほしいんだ。もう一度叩いてゲッコ。2回叩くんだよ、忘れた？わかった。待ってたよアンユー。ありがとう友よ、心の底から感謝している。待て、ナイト忍者と小さい子は？消えたんだ。いきなり眩しく光ってパッ、いなくなった。ああ、あの子がナイト忍者を山の外に連れて行ったのか。消える巻物を使ったんだ。いや、俺ちょっと君に。こいつもパジャマスクか。そのちょっと違う。時々手伝ってあげてるんだ。アンユー紹介するよ、アルマジランだ。本当にごめんねアンユー、君のこと悪者だと思って、それで悪いことした。アルマジランだけが悪いんじゃないの。ナイト忍者が騙したんだよ、アンユーは私たちの敵だって。で、君を悪者だと思った。アンユー、魔法の杖を盗んだりしてごめん、もう絶対やらない。いいだろう。ありがとう。これで仲直りできた。またみんな友達に戻ったよね。こいつはもともと友達ではない。でも友達になれるさ、俺って見た目ほど悪いやつじゃないんだ。だろみんな。な、どう？いいだろ友達。友達やった。じゃあみんな仲間だよ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し町を救った。